セブンイレブンで使われていた7パスカルワイヤーオムニ7の問題に関してとある記事を中心にネット大きな声が上がっています。セブンイレブンが現在の混乱した状況に至った要因の一つは2015年に始めたオムニチャネル戦略だと筆者は考えている。この戦略は現実の店舗とオンラインショッピングを融合させ顧客が途切れることなく買い物をできるようにするというもので、当時の会長でコンビニの父とも称された鈴木敏文氏の主導で始まった。鈴木氏はネット通販の先駆けである e ショッピングブックスの取締役を務めた次男安博氏を2014年にセブン HD の執行役員 CIO として迎え盤石の体制を整えていた。そしてセブンイレブンを中心に傘下のヨーカドーやそごう、西武、ロフトなどで横断的に買い物ができるオムニ7というサービスを進めていった。しかしその時すでに楽天市場やアマゾンといった大手通販サイトが広く利用されており、セブンイレブンのグループ企業だけで顧客のニーズを満たすのは難しかった。結果としてこの構想は短期間で行き詰まった。さらに顧客にとって使いやすいシステムを構築できなかったことも失敗の一因だった。またセブンが自社で導入した QR コード決済7パスカル Y もセキュリティの脆弱性が露呈し顧客情報が流出する事件が発生した。5500万円を超える被害が出た結果、サービスは開始からわずか3ヶ月で終了することとなった。ネットでは大きな批判を集めているようです。オムニ7って何か韓国の名前っぽくて嫌だな。いつも韓国フェアばっかりやってるからそりゃこうなるわ。本部がもっと賢く対応していればこんなことにはならなかったはずだよ。セブンイレブンはフランチャイズが大部分だから本部はそこまで売り上げに影響しないんじゃないか。方向性が完全に間違ってる。ファミマやローソンみたいにボリュームで勝負すればよかったのに。韓国系の名前をつけるあたりなんかもうダメだなって思ったわ。どこのコンビニ行っても弁当がいまいちなのはなんとかならんのか。オムニ7のサービスが終了してるのにアドレス変えないのは笑うわ。どのコンビニもポイント全然つかないから NANACO を使う意味がないんだよな。セブンの凋落を鈴木会長の退任だけのせいにするのはどうかと思うよ。宅配サービスの名前が韓国っぽくなったあたりから変な方向に行ってる。韓国フェアばかりやってるから行かなくなったわ。店舗数増やしてカバーしてる感じだけどそれじゃ根本的な問題解決にはならん。7パスカル Y なんかやる必要あったのか。7個で十分だったんじゃないの。韓国フェアなんて静寂を一時的に釣るだけで常連が減っていくだけだろうに。